皆さんこんにちは。レックス人講師の根本です。使用書士試験、どんなものなのか説明していこうと思います。今、こちらの画面に出ているものは、皆さんが目指す使用書士試験の概要です。使用書士試験には、筆記試験と、口述試験という2つあります。ただ、この口述試験ということは、これは口述試験は落ちないんですよ。なので、事実上、 筆記試験の方だけターゲットに勉強していってください。なので、のチャプターの方では、この筆記試験について、細かく説明していきます。こちらの方ですが、冒頭に、7月またの第1または大日曜日と、こちら、通常は第1日曜日に行われますえ。かつて7月1日が日曜日の時にも、7月1日に実施しました。 なんで、もう第一日曜日と考えておけばいいと思います。はい、でこの一日で試験は全部おしまいです。午前二時間、午後三時間、一気に一日で全部試験が行われます。内容を細かく見ましょう。午前二時間ですが。 一式マーークシートこれ何かっていうと5択の試験です。5個から1つを選ぶというタイプになっています。で選んでそれをマークで塗るということです。全部で問題数が35問出ます。その下105点1問3点です。 三十五かける三で、百五点満点になっています。一方、午後の部。午前午後で午後にも試験が行われます。これ午前の結果関係なく、午後は受けられます。ここは三時間で、二つあるんです。二つ。一つは、多種卓一式マークシート。 五択が一つ。で、五択が三十五問で百五点。で、もう一個が。こちらの方、記述式というのがあるんです。で、この記述式というのは。論文試験ではありません。論文試験ではありません。 でちょっと見づらいんですがこちらの方にその一部が載っております見つかるでしょうかあの司法書士の仕事のほ多くは登記申請ですで登記申請というのは実際に役所に書類を書いて出すことなんですねでねこの記入式というのは実際のお仕事ができるか試験なんです。 あななたたが司法にとします。こういう事件が来たらあなた役所への書類作れますかとお仕事できますか試験と思ってください。繰り返しますが論文ではないってこと論文ではないということを意識しておいてください。これ仕事内容を試験出すっていうのはかなり珍しいことなんですね。他の資格試験だと、 仕事と試験は完全に別受かったあと仕事の勉強をするということが多いんですがこの司法試験の場合は仕事が直あ試験が直直、ね、に仕事に直結しますだから受かった方っていうのはすぐに仕事ができるんですよ。実はそれもあって出題数にばらつきがあるんです。 こちらがね午前の部の、ごめ午前の部の三十五問の内訳なんですよ。これ明らかにばらつきがありますよね。これどういうばらつきかって言いますと司法書士の業務で多く使うかそんな使わないかなんです。 仕事に直結するので、仕事でよく使うものは多くだし、そうでないものはすごく少ないんです。こちらが午後の三十五問の内訳です。これも思いっきりメリハリがつい、え思いっきり分かれてると思います。で言ってしまったんですが、この試験、こんだけ問題数にばらつきがあるので、メリハリをしっかり。 仮か,かける必要これがあるんです民法と同じ時間を憲法にかけるダメですよね問題数が7倍,近い違う7倍近く違うんですからこのようなメリハリが絶対に必要な試験これが司法書試験ですただこのメリハリがいるっていうことと 捨てもを作っていいかどうか、話は別です。というのが、この試験には基準点というものがあるんです。これ何かというと、足切り点なんです。これはある年の足切り点が並んでます。七十八点、二十六問正解。七十二点、二十四問正解。実は午前。 二十六問正解いかないと午後が満点でも落ちるんです。また同じように午後で二十四問取れないと午前が満点でも落ちるんです。でしかもこの問題数は年によって違います。だいたい偏差値六十程度、偏差値六十程度のところが基準点とされ、そこに行かなければ他がどんなに良くても落ちることになります。 ちょっとこちらの図をまた見てください。ここは基準点ライン。基準点には卓一式午前、卓一式午後、均一式と三つ用意されるんですが、まずこの方卓一午前午後両方とも基準点行っていません。 実はこの人は記述式、採点が受けられないんです。記述式というのは、実際使用書士の先生が採点していると言われます。実はある程度人数絞られちゃうんです。卓一式はマークシートで機械でできますけど、記述の方は人数絞って採点します。足切り点に行かない方は採点してくれないんです。では次の方。 この方は卓一午前は突破してますが卓一後は突破してないんでやっぱり均一の採点を受けられません不合格ですこの方卓一午前卓一午後均一式全部アベレージ乗ってますでもね実はこのアベレージ乗ってるだけでは足りないんです一番右総合点の合格ラインが別にあるんですよだから実は 全部基準点ギリギリ取っても受からないんです基準点という存在がある以上完全な捨て分野を作ることは NG です苦手を作っちゃいけません一方総合点でも評価されます 最後総合点に行かなければ落ちてしまいます例年基準点プラスこちら245問245点だ245点必要です年によって結構ばらつきあります苦手は作れないし稼がないといけない25点をどっかで稼がないといけない これが司法書士試験の特徴になっています。メリハリがいる。捨てもんは作れない。得意が必要。それがこれがこの試験のね。特徴だと思ってください。